お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 女子プロレスカード2024の開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。加藤瑞希選手でございます。ワールド女子プロレス、ジアナ所属でございます。でダンプ松本選手でございます。懐かしい選手が、ね、出ました。で桐原時子選手でございます、これはガトーウンブ所属でございます。ユナ選手でございます。ユナ選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。で、駿河芽衣選手でございます。ガトーウンブ所属でございます。こちらのカードでございます。白サインでございます。はい、松田和さんでございます。選手でございます。で山下美優選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。2袋目でございます。川端理子選手でございます、これはマーベラス所属でございます。これは夏見もち選手でございます。プロミネンス所属でございます。で愛のゆき選手でございます。東京女子プロレス、所属でございます。これ日向選手でございます。で、水木選手でございます。白サインでございます。東京女子プロレス所属でございます。でこれは青木一樹選手の直筆サインカードでございます。しゃくしりでございます、ね。青木一樹選手の、直筆サインカード、ゲットいたしました。ね、続けていきたいと思います、メイリー選手でございます。ブルーアーマーリングサービス、所属でございます。3袋目でございます。アミクラリナ選手でございます。これクウ COLO あ COLOR ズ所属でございます。ちょっとね、読み方がわからないんでね、アルファベットで読んでみました。失礼しました。ソイ選手でございます。エボリューション所属でございます。北海道出身でございます。篠瀬アリサ選手でございます。アイスリボン所属でございます。で、花園桃花選手でございます。で、野崎渚選手でございまして、直筆サインカードでございます。旧姓忍者乱丸選手のね、直筆サインカードでございます。で、こちらがね、百尻でございます。で、続けていきたいと思います。ハイパー、ミサオ選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。4袋目でございます。尾崎舞香選手でございます。東賀選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。伊藤真希選手でございます。星伊吹選手でございます。アイスリボン所属でございます。世良梨紗選手でございます。プロミネンス所属でございます。愛のゆき選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。
宮本、モカ選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。5袋目でございます。中森花子選手でございます。これプレジェイ女子プロレス所属でございます。稲葉智香選手でございます。 JTO 所属でございます。加藤園子選手でございます。オズアカデミー女子プロレス所属でございます。で、春風選手でございます。頑張れプロレス所属でございます。で、高瀬美雪選手でございます。で、雪日麻也選手でございます。で、原宿ポム選手でございます。東京女子プロレス所属でございます。はい、今ね5袋終わりました。続けていきます。6袋目でございます。桜井優子選手でございます。これはクルアズ COLOR ズ、所属でございます。岩田美香選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。谷桃選手でございます。プレジェイ女子プロレス所属でございます。これは密か選手でございます。 JTO 所属でございます。で、阿野沙織選手のこれは白サインでございます。渡辺美優選手でございます。アップアップガールズ所属でございます。柳川澄香選手でございます。これ JTO 所属でございます。7袋目でございます。ちょっと映像がねぼやけておりますがご了承ください。はい、笹村あやめ選手でございます。2AW 所属でございます。通賀芽衣選手でございます。ガトー、運部、所属でございます。和樹選手でございます。プレジェイ女子プロレス所属でございます。ちょっとね、一段とちょっと映像がぼやけておりますが、ご了承ください。花屋優選手でございます。アイスリボン所属でございます。で、橋本千尋選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。白サインでございまして、直筆サインカードが出ましたね。これは、加藤、これはミゲズ選手でしょうかね。ちょっとね、読み方が間違ったらごめんなさい。で、こちらはね、98シリでございます。で、続けていきます。水木選手でございます。8袋目でございます。はい、アジャコング選手でございます。岡ゆりか選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。で、大久保ルナ選手でございます。東京女子プロレスでございます。で、リアラ選手でございます。ちょっとね移動します。で、辰巳理香選手でございます。東京女子プロレス所属のこれは白サインでございます。難波さゆり選手でございます。東京女子プロレスカードでございます。マリア選手でございます。これはね、マーベラス所属でございます。で、後編ラストの10袋開けたいと思います。尾崎真由美選手でございます。オズアカデミー女子プロレス所属でございます。荒井優希選手でございます。東京女子プロレスおよび SKE48 所属でございます。
して倉垣翼選手でございます。で丸森レア選手でございます。仙台ガールズプロレスリング所属でございます。で坂崎由香選手でございます。これは AEW 所属でございます。でちょっとまた映像がぼやけておりますがご了承ください。白サインでございます。で米山香織選手でございます。 YMG 所属でございます。はい、ちなみにですね、他団体にね出てるあの不機嫌さんっていう選手がいますけどね、あれとはまたねちょっと似てますけどね、別の感じでございます。はい、最後は水波亮選手でございます。で以上で BBM 女子プロレスカード2024の開封動画終わりたいと思います。ちょっとまた途中でね映像がぼやけておりところがございますが、今もねぼやけておりますがご了承ください。で後編の方は直筆サインカード、3枚、出ました。でちょっとね事情がありまして、この開封動画をね5月で一旦はね終わりたいと思います。でそれからねまた来週ですね、2024年のプロ野球チップス開封動画第9回目を、やりたいと思います。それとあとはまあ気まぐれですがプロレスラーのね紹介のショート動画もね出していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。